僕も わざとリネンのシャツに関してはワンサイズかアップにしてます、うん、半袖、うん、なのにちょっとねここね最初から折る、ここでね折れるようになっててボタンもついてるんです。もちろん長くしてこのまま着ることもできるんですけど、一折りこう折ってここでボタン止めることによって少しねこなれた印象になると。クオリティ前立てがある小襟の、まあ、G のというタイプで、これはあの僕は大好きな形なんですけど、はいはい、洗えば洗うほどこれも柔らかくなるんです。うん、すごい透けてますよね。そうなんです。これだけこうちょっと胸元がいさ本当セクシーな感じになりそうですね。黒も相まって、うん、これは足す水着です。うん、イコールリゾートです。フォルスタスタイル編集長の星葉です。編集長のスタイルクリニック、今回のテーマはこちらです。朝のシャツですね。こちらもですね、夏の定番アイテムとして、メンズファッションには欠かせないアイテムの一つなんですけど、その中でも、今回はですね黒という、まあ、日焼けに似合う色に絞ってですねいろいろご紹介していきたいと思います。まあ、黒の朝のシャツどうやって着るとかっこよく見えるのか、どんなブランドがあるのか、こちらも最後までご覧になっていただければと思います。それでは行ってみましょう。どうぞ。はい、ということで今回は朝のシャツです。はい、はい、ずらりと、はい、ずらりと並んでますね。いいね。しかも、うん、ダークです。うん、はい。まあ、朝のシャツって、まあ、シャツの基本中の基本、はい、まあ、夏のアイテムでもあるんですね。うん、はい、それ素材で、まあ、涼しく見える、うんうん、かっこよく見えるというところがまず、うん、まあ、大きなポイントなんですけれど、うん、はい、まず今回黒にしたかというと、まあ、日焼けに似合うとか、うん、はい、日焼けですね、それから男らしく見えるとか、うん、あと締まって見える、うんうんうん、で黒って重いじゃんっていうふうに見えるんですけど、それをじゃあどうやって着たら黒でも夏っぽく着こなせるのかっていうことも踏まえて今回はお伝えしていきたいなと思って。確かに、はいはい、まあ、リネンシャツってなんかちょっと明るい色のイメージ強いですからね。そうなんです ね。そうするとリゾートってなっちゃうじゃないですか。なります。でも着るのはやっぱり都会で着るっていうのをメインに考えているの で都会の色ってなるとやっぱりいつも言ってますけどモノトーンは非常にコンクリートジャングルとかにはかっこよく見えるんですよね。で中でも黒のシャツ非常に締まって見えるということで今回はいろいろご紹介していきたいんですけど、特にコットンとかのシャツだとやっぱり真っ黒ってさすがに重たいなっていうのが厚苦しいなってありますが、リネンのこのねさらりとドライの質感だと、そうなんです、そんなに重苦しく見えないんですよね。透け感もありますしね。 そこなんです、うん、ここで透ける黒、うんうん、であと、はい、朝特有のシワですね、うん、はい、シワ、でシワは別に朝はシワが入ってなんぼなんですね。アイロンとかかけて、いや最初はねアイロンバシッとかけておいていただきたいんですけど、だん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 こうやってシワが寄ってくるんですよ。これも当然シワのシャツ朝になるんです。こうやってやればこう当然ねシワになるんですよ。これもかっこいいんです。あ、なるほど、知らなかった。じゃあそんな気使わなくていいってことですね。そうですね、はい、当然朝にアイロンかけて着てたシャツも午後になったらね当然シワ寄ってくるんですよ。それも味として、シワイコール味イコールかっこよさ。なんか長袖とかだと腕まくっちゃうとね、うん、はいはいはい、結構がっつりついちゃいますけど、はい、そうなんです。それが味みたいな感じになるんですね。そうですね、むしろリネンはそこが魅力だと。うん、そうなんです、うんうん、そこが魅力なんですよ、うん、じゃあどういうふうな一体感じで選べばいいかということで、はい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 、まず大事になってくるのはサイズ感です。でこう朝のシャツってストレッチ効いてないんですよ、うん、はい、うん、それも確かに伸びないんですよ。だから体の中でちょっと泳がせるぐらいの方がいいんで、体が泳ぐぐらいの方がいいんですよ、うん、あ、少しゆとりがある方がいいですね。そうなんですね、少しゆとり、うん、でワンサイズ、ワンサイズアップぐらいですね、うんうん、僕も わざとリネンのシャツに関してはワンサイズかアップにしてます。うん、なるほど。ちょっと小島園長ね、いつもこう、うんうん、シルエット細身のイメージですけど、そうですね、リネンのシャツに関しては少しゆったりめで、うん、ゆったりめ、うん、でこれはさらにですね、うん、ワンサイズアップしてもらってさらに洗いまくる、くると、はい、これが重たく見える黒なんですけど、はい、汗てくんですね、あえて、はい、あえてエイジングをさせると、うんうんうん、汗た黒、うん、これがね、スミクロみたいになってきてめちゃくちゃかっこよく見えるんですよ、うんうん、ちょっとなんかヴィンテージのあれに通じますね。そうなんですよね、育てるみたいな感じですね、うん、そうなんです、デニムでありましたけど、でもう洗えば洗うほどどんどん柔らかくなってきて、でシワも最初ね、うん、洗って洗って洗ってなっていくと柔らかくなっていくんですけど、うんうんうん、それをこうアイロンかけると
綺麗に見えるんですよ。そのシワの入り方が変わるんですよ、柔らかいから。へ、男性かくから、はい、やっぱり洗濯繰り返すとすぐ服よれちゃうよねって思いますけど、むしろリネンは OK と、味が出るぞと。そうなんです、便利じゃないですか。じゃあそうなんですね。だから早めに買ってガンガン着た方がいいです、はい、で黒、今日もね、はい、ノア君着てもらってるんです、はい、これ実は厳密に言うとチャコールという色なんですよ、うん、黒にちょっと白が入ってるんですけど、うん、はい、まあ、全身真っ黒になっちゃうと重く見えるじゃないですか、はい、だから抜いてほしいんですよ、はい、いろんなところでこう腕を見せる、はい、裾を出す、うん、足元でサンダル、うん、で素肌感出るじゃないですか、はい、首元もそうですね、首元もそうですね、うん、そういう風にして着ていただくのがやっぱりおすすめです、うん、これもなんか肌触りどうですか。いや、涼しいですね。リネンのシャツって持ってないんですよ。あれ、リネンデビュー、俺聞くの忘れてた。持ってないんだ今日。持ってないんです。あらららら、結局だから選び方が分かんないです。なんかちょっと難しいイメージもあるし、うん、でもまず気持ちいいでしょ。サイズ感、気持ちいいですね、うん、風通りがすごい、うんうんうん、透け感もやっぱりこう黒でも重くないし、うん、ちゃんと透けてると透けてるんだよね。すごいですね。でなんか汗とか気になるんだったらなんかタンクトップとか着てもらってもらってます。うん、なるほど。見せグラじゃないですけど、見せタンクトップ、見せタンク、見せタンク、ちょっと白のタンクトップとか着るとかっこいい、はいはい、そうですね。ちょっと乳首とかね、気になるときは確かに。そこを透けるとね、ちょっとあれなんで、まあ、でも黒だと、うん、あ、若干透けにくいんですかね。若干透けにくいですね。あとは乳首塗ってください、黒くそしたら黒く透けないから確かに日焼け、日焼けでちょっと手間かかりますね。手間かかります、ね、マジックで塗らなくてもいいでしょ、はい、これちなみにまず紹介するのはランバンコレクション、はい、メンズですね、うん、はい、非常にかっこいい。僕もこの形大好きで、うん、よく着てます、うん、はい、これスケザネさんが、ね、あのクリエイティブディレクターやってる、さすがですね、はい、非常にかっこいい形なんですけど、半袖、うん、なのにちょっとねここね最初から折る、ここでね折れるようになっててボタンもついてるんです。もちろん長くしてこのまま着ることもできるんですけど、一折りこう折ってここでボタン止めることによって少しねこなれた印象になると。ちょっと黒と相まって男らしい感じが出ていいですね、うんうん、そうなんですね、うん、いいところの折り具合、この腕のね、はい、この見え方、はい、非常にこれねかっこよく見えるんで、うん、でしかもオープンカラーじゃないですか、うん、アロハシャツ着るとどうしてもチンピラっぽく見えるんですけど、うん、なるほど。でもこのオープンカラーでもこれね、うん、プルオーバーなんですね、うん、だから非常に上品さと色気と、うん、あとこのリゾート感と相まってる、はい、これ素晴らしい、うん、あの人気のシャツです。これこういうシャツだったら胸毛もセクシーに見えそうですね。胸毛はアクセサリーですからね、うん、ガンガン名言ですねガンガン見せてる、ね、男らしさのアピールです、はいはい、新しいキーワード、胸毛はアクセサリー、はい、ぜひこれアピールしていただいて、はい、非常にセクシーに見えるシャツということで、はい、あの去年これ出してたんです、はい、で、去年も僕買ったんですけど、今年は、うん、あの黒で、黒っていうかもうこれチャコールなんですけど、うんうん、あのこれミニマルワードローブ限定でちょっと作ってもらった、あらめちゃくちゃかっこいいやつです。続いてこちらです、はい、もうおなじみですね、うん、アルコディオです、はい、アルコディオのこのシャツ、これも僕は枚数結構持ってます。うーん、8枚ぐらい持ってます。おなぜかというとこれ価格とクオリティがすごくいいんですね。クオリティ、このクオリティ、前立てがある小襟の、うんうん、まあ、G のというタイプで、うんうんうん、これはあの僕は大好きな形なんです、はいはい、洗えば洗うほどこれも柔らかくなるんです。うん、すごい透けてますよね。そうなんです、これはもう、あとねボタンが白なんですね。はいはいはい、はい、絶好な時に全身黒で行った時にここが重くならない。あ、そしてさらに白いパンツ履いた時にこれ映えるんですね。あ、でそういう時はもうね腕ガンガンまくっていただいて、ボタンも3つぐらい外していただいて、うんうん、ガバッと着ていただくと。こういうタイプだと結構タックインしちゃってもいいんですかね。タックインしてもいいですし、オーバーでもいいですし、僕はでも大体オーバーで着てますが、そのシャツは、はい、これ下は何合わせるんですか。いや、何も着ないです、はい、まあ、あとは、まあ、さっき言ってたみたいに見せタンクトップみたいな感じで、ね、もしか塗ってるのかな、まあ、だから乳首つけそうになったら黒く塗ってください、はい、そうすれば見えない、大丈夫です、うん、そしてまだまだ続きます。これはなお、なんかね、もうちょっと遊び感覚で着たいなという方のために、はい、ちょっとカプリシャツみたいな感じでボタンがほとんどないです。1個しかないです。もう最初から開いてます、はいはいはい、開けるの前提で、しかもオーバーで着てほしいですね。うん、で袖口に1つボタンがついてますけど、これもやっぱり今、うん、ノア君が着てるシャツと同じようにガバッとまくっていただいて、はい、で太いパンツとかでレザーサンダルで履いていただきたい、うんうん、まあ、水着の上とかでもかっこいいですね。あ、かっこいいですね、うん、確かに。これだけこうちょっと胸元が開いてたら本当セクシーな感じになりそうですね。黒も相まって、うん、確かに。朝のシャツは、うん、これちょっとね覚えておいていただきたいんですけど、朝、これは足す水着です。うん、あ、イコールリゾートです。はい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 、はい、なのでリゾート行くときは必ず水着、
朝のシャツ、これ両方持っておいていただけると、うん、水着1枚でなんかプールサイド出ていくときに、うんうん、最初は朝のシャツ着てて、はい、でパーって脱いで、はい、いい肉体が出てきて水着になるという、そこまでセットです。なるほど。でそういう時もやっぱりこうちょっと黒とかだとセクシーに見えるんですよ。うん、かっこいい。絶対持っとかないといけない一着でしたね、はい、そうなんです。夏のリゾートをね、スタイルクリニックで黒の水着スイムショーツもね、特集したと思うんですけど、はい、これに黒のスイムショーツ履くだけでラグジュアリーなリゾートホテルのプールサイドがめちゃめちゃかっこよく見えるんですよね。あとこの間ご紹介したあのレザーのサンダルも合わせちゃえば、まあ、それもねバッチリです。そうですね、大人のリゾートコーデ、三種の神器、三種の神器完成ですね、はいはい、リネンシャツ、はい、スイムショーツ、はい、レザーサンダル、はい、それで十分ですね。あと全部真っ黒で、うんうん、いろいろできます。顔、これは、オリアンと言いまして、はい、そして同じようなタイプのこれももう最初からボタンがありません。はい、すごいな。コロニークロージングというブランドですね。もともとシンガポール の、 あのセレクトショップなんですけど、ビームスにいた方がですね、シンガポールに行って、そこでセレクトショップを開いて、でそこの、まあ、オリジナルブランドとして、まあ、いろんなところに置かれてるんですけど、はい、そこの、まあ、生地の名門ですね、アルビニ社の、柔らかいリネンを使った、ちょっとオーバーサイズの、まあ、プールサイドシャツ、結構ゆったりですね、はい、もう名前がプールサイドシャツなんで、はい、これこそ水着とかっていうのはね、じゃあこれはもうタンクトップとかじゃなくてもはやもう思い切って素肌で、素肌で、はい、着ていただければいいと思いますね。これどうなんですか、ちょっとこうネックレスあたりを、あ、その辺はねあってもいいと思いますね、ガサって見せてもいいですし、僕はこういう時でも割と長めのやつをネックレスをして見せない、あえて見せないっていうのは、見せないと気になるんですよ、何してんのかなって。うん、だんだん近づいてくるんで、はい、そこで絵付けしていただけたらいいと思います。でちょっとこうちらっと乳首を見せるって、そうですね、はい、そんな感じで、まあ、そんな感じでってどんな感じかわかんないですよ。同じ黒でもいっぱいありますね。あるんです。なので今回は黒のリネンシャツというふうに言ってますけど、うんうん、普通の長袖のボタンのものからこういうねプルオーバーのタイプまで、はい、そして半袖のタイプまでいろいろご用意したんですけど、うんうんうん、いろいろ本当に使えます、うん、いかがだったでしょうか。どれが、これはもう値段的にはもうアルコディオ、アルコディオ、うん、僕最後のコロニークロージング、あ、うん、はい、もうボタンなんてなくていいぞと、いいですね、はい、うん、最近胸毛がどんどん白くなってきてるんですよ。かっこいいじゃないですか。黒いシャツから黒い胸毛って当たり前ですけど、うん、黒いシャツから白い胸毛出したらかっこいいじゃないですか。白い胸毛なんて最高のアクセサリーじゃないですか、うん、はい、ぜひ手に入れてますから。ショーン・コネリーですからね、はい、確かに、はい、というわけでこの、編集長のスタイルクリニック動画の連載はですね、本誌のフォルツァスタイルの方の企画と連動しております。詳細を、ご覧になりたい方は本誌の方のフォルツァスタイルをご覧になってください、そしてさらにですね、ハッシュタグ、洋服の服に魂と書いていただいて、服魂と書いていただいて、皆さんですね、自分のスタイルをインスタグラムにアップしてください。でその時に服魂ってつけていただいた方にはですね、我々がその中から記事をピックアップして皆さんのコーディネートとかを全部紹介していきたいと思います、ですのでハッシュタグ服魂とか言っていただいてインスタグラムの方をアップしてください。ということで今回は黒のリネンシャツ特集でした。また、見ていただければと思います。それではこの辺で。あ、すごいなこれ。あらゆる女性にモテる鉄板です。ロックフラの夜景魂、星葉さんと私ともこれお宝ですよ。うわ、すごい。